プレミアムコリア韓流ファクトリー、止めるダンサーはどこにいるのかを聞いてみると、아예서울에서네비보이를사랑한 발레리나는예넘어걸로계속어それ知ってます僕も見ました많은분들을찾고계시고요なるほど。ビーボーイに恋したバレリーナは韓国生まれのダンスミュージカルで、日本でいうライオンキング並みの知名度を誇り、あのブロードウェイでも50回の公演に成功。ここで踊ることは世界レベルのトップダンサーの証なんです。じゃあ行ってみましょうか。行く？え、どういうことですか？いやいや意味が、え、今回の取材って何でしょう？ダンスのたくさん上手い人を探す。行きましょうか。は、え、確かに B-BOY に恋したバレリーナなら世界レベルのダンサーが間違いなくいるはず。ということで公演が行われている劇場へゴー。藤原くんがたどり着いたのは、こちらです。ロッテワールド。わもう完全にもうここから出てくる BGM と僕のテンションが完全にちょっともう差がありすぎるというわけなんですけど、本当に行くんですか？ロッテワールドの地下で公演しているリーボーイに恋したバレリーナ。ヒップホップ嫌いのバレリーナがダンスを通してビーボーイに徐々に心惹かれていくラブロマンス。セリフが一切ないノンバーバルミュージカルという手法を使い、言語を超えた表現力とパワフルかつ繊細さを兼ね備えたパフォーマンスで見る者を魅了。早速地下道を通って劇場に向かう藤原くん。すると、いい群衆안돼요何何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 何지금왔는데、네、그댄스이게유명하다고한국에서들어서、네、果たして結果は。もう交渉してくれたそうです。え、なんで？お姉さんが、僕の代わりにやっていただいたんです。優しい。あの代表の方1名あの取材に受けてくれるそうです。ブロードウェイでも公演した舞台の取材が OK に。憧れの舞台を前に内心ドキドキの藤原くん。そしてついに。すごい。藤原くんの目の前にはリハーサル中の世界レベルのすごすぎるダンサーたちの姿が。逆立ちして生活してるんじゃないかっていうぐらい、もう普通にやってますね。わわわわ。突然舞台へと近寄っていく藤原くん。一体何をするつもりなの？